両合棚田は大分県宇佐市院内町にある棚田。1999年に日本の棚田百選に選定される。院内町にある駅立川水系上流域の滝庭側は同水系の小平川に交わる。その合流地点から200メートルほど下流に両愛川橋という大正時代に作られた石像アーチ橋がある。この橋の東側が滝忠地区。 西側が小平地区。この両地区の急斜面に広がるのが両合棚田である。1999年に日本の棚田100選に選定された時点では約7ヘクタール147枚の一室見の棚田があった。2020年6月時点では4ヘクタール約120枚である。両合棚田の起源は室町時代に工作が始まり、江戸時代には 現状の石積みが築かれ、現在の形になったとされる。水源は河川の水を利用し、不足時はため池の水も使われる。米の品種は日の光。乾燥方法は掛け干し近くの道の駅で販売されることもあるが、ほとんどが自家消費。両豪棚高家し風景2016年から毎年開催されているフォトコンテストに、 両豪合棚玉井が商品として出されている。滝正地区の上方を流れる滝邸川は、小平地区を流れる小平川に合流する。両相川橋は、この合流点から200メートルほど下ったところにあり、小平地区と滝正地区を結ぶ橋である。大正時代に竣工石膏は、吉村万太郎。1998年1月16日に、 国の登録有形文化財として登録された。この集落のある院内町には石像アーチ橋が74基あり、日本一の石橋の町と呼ばれる。2013年5月に石川県七尾市で開幕された国際連合食料農業機関の国際会議において大分県の国崎半島、宇佐地域が世界農業遺産に認定された。 その認定を受け、両合棚田は、宇佐市の農業遺産のシンボルとして、再生保全活動が始まった。2015年に、小平地区、滝田田市地区全世帯で、両合棚田を守る、会設立。翌年の2016年に、両合棚田を守る会、あまり谷に21世紀委員会、南院内里づくり協議会、県や市の関係部署も加わり、 両豪田名田再生協議会が発足。2017年には地域おこし協力隊も加わり、毎年開催される、フォトコンテストや、大学との調査、田植えイベントなどの再生活動を行っている。両豪田名田日本一の温泉県大分県の観光情報公式サイト、www.visit-oita.jp 2020年6月16日閲覧。両合棚田両合棚田再生協議会ホームページ。https://ryoai-tanada.jimtosite.com。2020年7月17日閲覧。両田棚田再生プロジェクト指導。宇佐市 www.city.usa.oita.jp2020 年6月16日閲覧。両合棚田宇佐市。www.city.usa.oita.jp2020 年6月16日閲覧。両合棚田,田再生プロジェクト指導。宇佐市。 www.city.usa.oita.jp2020 年6月16日閲覧 AB 国指定文化財等データベース KUNISHITEI.、E、文化 .go.jp2020 年6月16日閲覧両愛川橋観光スポット検索宇佐市観光協会公式サイト www.usa-kanko.jp2020 年6月16日閲覧 AB 院内町石橋郡日本一の温泉県大分県の観光情報公式サイト www.visit-oita.jp2020 年6月16日閲覧大分県国崎半島宇佐地域農林水産省 w w w m a f f g o j p 2020年6月16日閲覧。ab 美しい棚田景観で集落を元気に。2020年6月17日閲覧。日本放送協会、従来に負けない。両合棚田の再生持続可能な地域づくりへ。ロハスサステナブルスタイル地域づくり情報局。NHK。地域づくり情報局。 2020年6月16日閲覧。うさし、地域おこし協力隊を募集しています。移住関連イベント情報ふるさとを見つける、つながる、地方移住応援ウェブマガジン、ふるさと、ふるさと、ふるさと、2020年6月16日閲覧。院内町、両合棚田取りに来て、再生協が、フォトコンテスト大分のニュースなら、 ライブ合同新聞プレミアムオンラインゲート www.oita-press.co.jp 2020年6月16日閲覧ありがとうございます。